とことんとこいとうとアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は8月の3日火曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルー、育てているバラにこだわりがアラルありますよね。ロザリアンの皆様、育てているバラに自分のこだわり、色とか形とか、まあ、ブランドとかいろいろありますよね。僕もこだわりありますよ。僕のバラには第一に香りですね。香りのいいバラを集めて育てているという感じになります。もうだいたい香りのいいバラ出会ってしまうと買ってしまうという感じで増えてしまったんですけども、はい、その中でも特にいい香りだったバラ、調子を崩してしまってたんで心配してたんですけど、今回綺麗に復活して咲いてくれておりますので、そちらのご紹介と、あとは香りのバラちょっとだけ咲いておりますので、そちらカットして最後楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、こちらですね。諦めていたエンジェルフェイス、もう全然枯れてしまってたと思ってたんですけども、なんとかこうして新しい新芽を展開してつぼみまでつけてくれてたんですよ。もうちょっとこう適合をしようと思ってたんですけども、あまりにもこの子は大きなつぼみになってたので、この子だけ咲かせてしまいました。昨日はもうまだまだこれぐらいのちょっとこう色が見えて咲くかな、明日がいいかなと思ってたらもうこんな広がっちゃいましたよ。もっといつもはこうして波状弁で綺麗にくるくるっと巻いてるんですけど、夏は早いですね。もう昨日はまだまだだなと思ってたのに、もうこんなに咲いてしまいましたよ。まあでもこれでも十分綺麗ですので、カットして今日は香りを楽しんでいこうと思いますよ。はい、よく頑張ってこうして復活して咲いてくれましたよね。よし、じゃあエンジェルフェイスカットしていこうね、くーちゃん。うん、よいしょ、よく頑張ったね。もうなるべく葉っぱは残してカットしましょう。よいしょっと、こんな感じでしょうか。あれ、なんか虫食いの跡があるぞ。よし、よし、頑張って復活するんだぞ。今日はこちらの苗間綺麗に咲いてくれておりますよ。ヘルゼン伯爵も頑張ってくれましたよ。クリスティアーナも綺麗に咲いてくれておりますよ。ローズポンパドゥールも小さく可愛く咲いてくれました。グロードモネも綺麗です。エディアルマネも綺麗です。あー、今日も綺麗に咲いてくれたね、くーちゃん。よかったね、とこさん。そうだね、こちらのエンジェルフェイスどうでしょうか。可愛らしく咲いてくれましたよ。昨日はもうちょっといい感じに咲くかなというところで、今日は広がっちゃいましたけども、香りは変わりませんよ。いい香りがします。うん、ブルーのバラ独特のいい香りで咲いてくれましたよ。もうダメかなと思ってたバラがこうして開花してくれると本当嬉しいですよね。今日はこちらクロードモネですね。クロードモネもいつもはもうちょっと石彫りが入るんですけども、今日はほとんど入ってませんね。
香りは甘くて爽やかで最高ですよ。はい、こちら同じデルバールの木彫りのバラ、エディアールマネですね。この子も爽やかでいい香り、この子はちゃんと絞りが入ってますね。そしてこちらナエマ、ナエマも、はあ、爽やかで甘くていい香りで咲いてくれましたよ。この暑い中なかなか大きく咲いてくれました。そしてこの中央にいる子がクリスティアーナですね。この中央の薄いピンクから広がるにつれて白い綺麗なバラですよね。夏に強いですよね。この子も綺麗に咲いてくれました。はあ、香りは爽やかでいい香りです。爽やかなティーの香りにうっすらダマスクの甘さが入ります。そしてこちらですね、ローズポパドゥール、はい、もうとても小さく咲いてくれましたけども、いい香りです。とってもフルーティーです。フルーティー、ミキティー最高だね、クーちゃん。大きさは小さいですけども、いい香りがします。そして最後にこちらフェールデン、伯爵頑張って咲いてくれました。暑い中、こちらもブルーのバラ、独特のいい香りがします。甘いです。はあ、甘くて爽やか、最高です。はあ、はあ、どのバラも今日もいい香りで咲いてくれましたよ。もう本当に元気が出ますね。よし、今日もこのバラの香りで頑張って仕事に行こうね、くーちゃん。そうだね。まさに香りのバラの栄養ドリンクや、栄養ドリンクや。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。もうダメだなと思っていたバラが開花してくれたなんて嬉しいですよね。もうちょっとつぼみを取る適合するには大きすぎるつぼみだったんで、そのまま咲かせましたけども、はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。すごいいい香りだってばよ。はい、これが分かった方は相当のナルト好き口寄せの術ピシッ